ユダの手紙、ユダの手紙、ユダの手紙は、新約聖書の聖典中の行動書簡に分類される手紙の一つである。わずか25節の短い書簡であり、異端に対して厳しい批判を展開するとともに、信徒に正しい信仰を守ることを進めている。著者は、手紙の冒頭で、ヤコブの兄弟ユダと名乗っており、一般に、このユダはを示すと考えられている。ただし、 現代の自由主義神学の立場からは、ユダに返した偽名書簡の可能性が指摘されている。定評ある、ギリシア語工程版のネストレ・アーラント28版での題名はである。ユダの手紙という署名は、新共同訳聖書ほか、口語訳、バルバロ訳、フランシスコ会訳、新会訳、塚本訳、岩波委員会訳、現代訳などの日本語訳聖書で用いられている。 他の訳例としては、ユダの書、大正解訳、ユダスの手紙、共同訳、イユダの書、日本聖教会訳、ユダ書、前田訳、ユダ書館、田川訳などがある。簡略化のため、以下では便宜的に、ユダ書と表記する。本文中で、著者は自らを、イエス・キリストの下辺また、ヤコブの兄弟である、ユダ、交互訳聖書と名乗る。 ユダという名はイエスを引き渡した、イスカリオテのユダをはじめ、新約聖書に何人か登場するが、ヤコブの兄弟と位置づけられているユダは、主の兄弟、ヤコブの兄弟、すなわち、主の兄弟、ユダ以外にいない。この人物は、一般に、ただいとも呼ばれる主とユダとは、別人とみなされる。ただし、オリネネスらは、主の兄弟ユダを、主とユダと同一視しており、現代においても、 フェデリコ・バルバロのように添立場を取る者もいる。また、教会の伝承においては、著者のユダを、ヤコブの兄弟とする者からそうでないとする者まで、様々であった。リベラル派には、ユダの名を借りて、後の時代に作成された、偽名書館と見る、者たちがおり、両論を併記している、フランシスコ会約聖書においても、偽名書館と見る論者が多いことは認められている。 偽名書簡と見る立場では、ユダの名を借りたのは、権威づけのためとされている。しかし、こうした説には神聖書簡と見る福音派などからの反論もある。聖書聖典においては、主の兄弟ユダは、直接的には、マルコによる福音書六章三節、及び並行するマタイによる福音書十三章五十五節で、イエスに驚く群衆の発言の中で、 名前が言及されているににないからである。古代の伝承においても、が、ユダの二人の孫について述べた程度しか伝わっておらず、ユダ本人については何も伝わっていない。偽名説に反論する人々は、もしも、権威づけを理由とした偽名ならば、なぜ著者は、主の兄弟とはいえこのような知名度の低い人物を選んだのかを疑問視している。さらに、もしも、権威づけならば、 著者が、主の兄弟などを名乗らずに、ヤコブの兄弟としか名乗っていないことも不自然とされる。この点、神聖書官と見る立場では、イエスに対する畏敬や控えめな態度として理解できる。しかし、偽名書官だとするならば、もっと主の兄弟としての権威を強調して、叱るべきというわけである。ユダの知名度についての疑問は自由主義神学の 側からも提示されており、ドイツの NTD 新約聖書仲介シリーズで行動書館を担当したヨハネス・シュナイダーは、ユダの生涯がつまびらかになっていない以上、本当に、主の兄弟ユダが書いた可能性も排除しきれないと指摘している。偽名書館と見る場合、真の著者は不明である。ただし、外転、偽転を含む旧約聖書からの引用などによって、 ユダヤ人キリスト教徒が想定されることがある。書簡そのものには、執筆年代を決定する手がかりに乏しく、その推定年代は立場によって、西暦60年から180年までとかなりの幅がある。まず、主の兄弟、ユダの神聖書簡と見る立場の例をいくつか挙げる。カトリック教会のフェデリコ・バルバロは、この書簡が異端との対決を示しているのに対し、 ヘゲシッポスによる伝承では、主の兄弟、ヤコブの純教、62年以前のパレスチナに異端が見られなかったとされることから、62年以降の執筆とした。その上で、70年のエルサレム陥落が投影されていないことから、遅くともそれ以前の成立とし、ユダ書との類似が指摘される、ペトロの手紙により、先の成立なら62年から64年。 後の成立なら64年から70年と推測した。同じカトリックでもフランシスコ会約聖書では70年から80年頃とされている。福音派の各種文献でもおおむね60年から80年頃の時期が想定されている。新聖書中会ではユダが80年に没するまでの10年から15年の間、新聖書時点では64年頃ないしその少し後、 エッセンシャル聖書辞典では70年代から80年代、真実用聖書中介では60年から80年頃、ビブルナビでは65年頃とされている。また、現代役聖書を手掛けた聖書学者、小山霊二はこの書が66年頃に書かれたものと考えている。他方、偽名書館と見る立場では、もっと後の時代が想定される。岩波委員会聖書び、 創設新約聖書、審判でユダ書を担当した小林実は一般的な見解として西暦百年頃を挙げていい。新共同訳新約聖書略下でユダ書を担当した辻学部は一世紀終わり頃としている。キリスト新聞社の新共同訳聖書辞典では十七節が使徒たちを過去の存在としているように読めること。 描かれている遺憾の出現時期の推定などから110年から130年頃が想定されている。新教出版社の新教同訳聖書聖書辞典では120年前後とされている。創設新訳聖書旧版でユダ書を担当した河村明天は150年以前とした。この手紙は執筆場所についての手がかりも乏しい。河村明典、土時吉。 小林実、田川健造のように、単に不明としている論者も少なからずいる。主の兄弟に対する思い入れが強かったシリアとされることもある。ただし、シリアがユダ書の聖典下に消極的な地域であったこととは整合しない。パレスチナで主の兄弟が活動していたため、パレスチナが想定されることもある。さらには、エジプトが想定されることもある。これは、ユダ書に、 外転の利用が見られることと外転を受容する傾向のあったエジプトが結び付けられたためである。また、場所を特定した意見ではないが、手紙の中で宛先の信徒たちを直接訪問する意図が表明されていないのは宛先とかなり離れていることを暗示しているのではないかとするフェデリコ・ババロのような意見もある。ユダ書きは行動書簡に含まれており、 その定裁は確かに行動の境界に向けられているかのようである。これをそのまま不特定の相手に向けられたと理解する、小山ま二のようなものがいる一方で、一定範囲の境界が実際には想定されていると考える者たちもいる。ただし、その想定は必ずしも一致するものではない。バルバロ約聖書やフランシスコ会約聖書は、旧約外典、議典が使用されているとから、 その知識のあるユダヤ人キリスト者を想定しているが、ヨハネス・シュナイダーのように、旧約をよく知っている人々としつつ、違法人、非ユダヤ人キリスト者を想定する者もいる。三節の私たちが共に預かっている救いから、ユダヤ人キリスト教徒が中心で、違法人も想定されているとする見解もある。ユダの手紙は、わずか二十五節しかなく、 新約聖書の中では短い部類に入る。ただし、新約聖書で小分けされていないのは、フィレモンへの手紙、25節、ヨハネの手紙2、13節、ヨハネの手紙3、15節、そしてこのユダ書の4通の書簡のみだが、単語数で見た場合、その中では最も長い。ユダ書きは、異端に対する激しい反論の書である。ただし、その反論は、 異端の協議を具体的に取り上げて論爆する形を取らず、彼らの不貧困を批判したり、旧約聖書などを引き合いに出したりしつつ、異端の末路がどのようなものかを示すものとなっている。そのため、ここで攻撃されている異端がどのような存在であったかについては、不明瞭な部分もるが、苦悩主義的な思想に基づく自由放送な人々がしばしば想定される。ユダ書の目的は、 そうした異端との対決あるいは、偽教師たちについての警告などと位置づけられている。いくつかの日本語訳聖書では、段落分けがなされている。そう大きく異なるわけではないが、細かな違いはある。学者間でも段落分けは一致しておらず、明確に区切ること自体に否定的な見解を示すものもいる。ここでは参考として、新共同訳、フランシスコ会訳、新会訳。 岩波委員会役の段落分けを例示しておく。その文体についてはギリシア語の見事さが指摘されている。その言葉遣いは、ヘレニズム的であるとも、ヘブライ的であるとも言われる。以下、各説の簡略な仲介を行う。その際、弁宜上、上に挙げた区切り方の中で最も細かい区切りである、フランシスコ会約聖書の区切りに準じる。同じ区切り方は、 福音派の申請書中会でも採用されている。一説で著者はユダと名乗っているが、これについては上の著者無事を参照のこと。イエス・キリストの僕、滅された人々という表現にパウロからの影響の可能性を指摘する見解もある。また、ヤコブへの言及などは、ヤコブの手紙の存在を前提にしているとされる。二節の豊かにとは、 アブラハムにとっての子孫繁栄、初代教会にとっての信徒増加などのように、目に見える形で増えることを指す。三節は手紙を書いた目的を示し、福音派のエッセンシャル聖書辞典では、主題、バイベリンイビでは、中心聖句と位置づけられている。ただし、この部分は二通りに翻訳できる。上記の口語訳のように、心から願っていたのでと純説に訳す場合、 もともと書きたいと考えていた手紙という書きは同じ主題ということになる。他方で、これを深海約聖書や田川約聖書のように、心から願っていたがと逆説に訳す場合、本来書きたかった手紙とは別の手紙を急遽したためる必要が生じ、その結果書かれたのが、ユダ書という意味になる。三説の、愛する、者たちよという呼びかけは十七説、二十説にも、 登場し、ユダの読者に対する気遣いが読み取れる。同じ節の、ひとたび伝えられたというのは、キリスト教の信仰は、イエス・キリストがただ一度だけ伝えたものであったことを、指している。また、そこから、この書の成立、福音派の理解では一世紀後半までに、キリスト教の信仰体系がなしていたことを読み取る、者もいる。 四節の忍び込んできては特定の教会の状況を想定しているようにも見え、これが特定の教会に当てられた手紙と見る立場の根拠の一つになっている。そして、この忍び込んだ人々は巡回説教者を指している可能性がある。他方、これはあくまでも教会内の結束を強めるためのレトリックで実際に外部のものだったかはわからないとする立場あり、 この書か,かれ方では外部から共同体に入ってきたのか自分たちの集団から異なるグループが現れたのか不鮮明だとする見解もある。彼らの法償についてはいくつかの捉え方がある。福音派の井上厚師匠はこれをグノーシス主義と直結させ霊肉二言論に立ち肉体を否定的に捉えるグノーシス主義では肉体が何をしようとも 問題ではないとする解釈が導かれて法上につながり、また神の恵みの曲界からいかなる罪も無条件に許されるという理解に至ったとしている。他方で具体像を書いていることから、どのような存在か確定させられないとして、グノーシスとの結びつきにも慎重な立場があり、田川健造に至っては、仮想的であった可能性にまで言及している。四節には、 昔から予告されてきたとあるが、これが何を指すかは、諸説あり。1、ペトロの手紙に第2章一節から三節、2、使との予言。3、旧約聖書全体。4、ユダ書きで口述される特定箇所。5、天で記されているとされる、命の書、などの可能性が挙げられてきた。他、司会文書の周期ランなどに反映された、別系統のユダヤ伝承ではないかとするもある。 この五節から七節は三種の神の裁きを挙げている。思い起こしてもらいたいという表現は、それらの裁きを読者が知っていることを前提とし、同時に読者が認識している教えには、問題がないことを示している。まず、最初に、ユダヤ人たちので、エジプトに触れている。この不信仰な者たちの滅びは、民数記十四章一節以下に描写されている。なお、 上記引用の訳文中で、主と訳されている箇所については、神、神なるキリストなど、いくつかの異文が存在している。で、エジプトを引き合いに出して、不信心を咎める構成は、パウロ書館の、コリントンの神徒への手紙一重章一節から十節にも、ミラル。六節に描かれている、お使い、天使の閉じ込めの話は、創世記六章一節から四節に描かれた話を、 不縁したもので、第一エノク書、エチオピア語、エノク書に詳しく書かれている。古代のユダヤ人たちにとって堕落した天使のモチーフは、民間伝承での人気あるモチーフであった。この部分は、ペトロの手紙に第二章十節と、並行する。七節は、ペトロの手紙に第二章六節十節に並行する。ユダ書の七節は、ソドムとゴモラの罪が、 同性愛にあったとする説の根拠となっており、岩波委員会約聖書でも同性愛が通説として紹介されている。ただし、交互訳で不自然な肉欲と訳されている箇所は、特定の観点からの解釈の持ち込みであり、RSV の英訳に影響されたらしき語訳である。その直訳は他の肉あるいは異なる肉であって、これが意味するところはいくつかの説がある。 有力なのは二説で、辻学は、英語圏の研究者が、同性愛に返しがちなのに対し、ドイツ語圏の研究者は、人間と異質な肉、すなわち天使との成功と返しがちであると、外観している。もっとも、英語圏でも、天使との成功と返する、スタリバイブルは、複数ある。また、フランス語圏で、評価の高い LATOB も、天使との成功の意味に捉えている。 少数説としては、偶像崇拝の因縁とする見解や、天使たちが己の領域を離れたことと関連づけて、性的意味を否定する見解などがある。永遠の非云々は、第一への書六十七章四説以下で、地獄の炎が視界の地下にあるとされることに対応する可能性があるものの、直接これに依拠したかは、はっきりしない。第八説では、悪行3つ。 すなわち、夢に迷わされて、肉を押すこと、権威ある、者たちを軽んじること、栄光ある者たちを阻止しっていることが挙げられている。夢に迷わされるというのは、原始者ないし偽予言者を指す。汚らわしい、あるいはみだらな無双という解釈もある。権威ある者はお使い、天使の持つ主権を指し、ここでは、神の支配権そのものを指す。栄光ある者は、天使を指す。 古代のエウセビオスらは、天使にも放章な者たちがいたとされることを根にそういう、生活をしていたグノーシスの一派、カルポクラテス派と結びつけていた。旧説のモーセの死体をめぐる論争は、オリゲネスが、外転の、からと指摘して以来、それが受け入れられている。しかし、モーセの焦点は現存しない。一応、 古い写本の乱外中の形でギリシア語の一文が残されており、田川訳聖書の注釈で主訳されている。ただし、ユダ書とモーセの焦点は共通の伝承によったのであって、前者が後者に移居したわけではないと想定する説もある。いずれにせよ、ここで述べられているのは、裁きは神の実が成し得るものであるということである。十説は異端教師の思い上がりの描写である。 彼らがそ知る、知りもしないことの内容は、心的真理、神に属する霊の事柄、霊の世界と信仰の世界などと言われる。他方、簡潔すぎて正確につかみきれないので、それを断定的に述べること自体が、この不死の記述に反してしまうとする立場もある。十一節で言及されている、カイン、バラムの三人は、信仰にとって、 このましからざる人物の代表例として挙げられている。カインは低い次元の事柄しか認識できない人物、バラムは天使を見くびる人物、コラはモーセに逆らった人物であり、こうした人物を思い起こさせることで論争をせずに断罪している。十二節では愛さんに紛れ込んできた異端者について言及されており、異端者たちは愛さんの意義を正しく理解できていないとする。 愛産の言語は愛と同じで、かつて生産と不分明のものとして行われていたと推測されている、神徒同士が食物を持ち寄って行った会食を指している。十二節後半からの批判のうち、水のない雲は雨を降らせない雲のことで、他の例えといともに無意味なものの例示とも言われる。十四節では、絵の具が七代目であると示される。七代目という位置づけは、 第一エノク書60章8節あるいは93章3節に描かれている。7という数字はそれ自体がエノクの特別性を示している。14節途中から15節は、第一エノク書1章9節の引用で、そのことは古来、アレクサンドリアのクレーメンス、テルトリアヌス、ヒエロニムス、アウグスティヌスらによって指摘されてきた。ただし、15節後半を、 エノク書5章4節と関連づける意見もある。報じするように、ユダ書の聖典性をめぐり、外転の利用が問題視されたが、その問題が特に集中する箇所が、この14節から15節にかけてである。16節にも、第1エノク書5章4節に並行する言葉が、含まれている。こうした、激しい言葉遣いから、教会を思うユダの強い気持ちが読み取れる。 17節から内容を転じて、後半に入る。17節から18節にかけては、使徒たちが予告した言葉が引き合いに出されているが、これと一致する使徒の発言は伝わっていない。具体的な文章を引用したのではなく、読者の記憶を喚起する者、バルバロ、あるいは、複数の使徒たちの発言を再編した者、シュナイダーなどと言われる。また、もしも、ペトロの手紙にが ユダ書に先行するとした場合には、その参照二節から三節の引用の可能性も出てくる。いずれにせよ、ここでユダ書の著者は、旧約の預言者と使との言葉を同格の参照元として取り扱っている。その発言に見られる、あざける者という表現では、何をあざけったのかが明示されていないが、終末願望をあざけった可能性が指摘されている。また、彼らが、 御例を持たないものとされるのは、その高慢さに原因がある。なお、十七節から十八節は、偽名書館と見る、者たちからは、使徒の死後の時代に書かれたことが読み取れるとされている。また、ユダを、使徒の方ではないと位置づける者たちからは、著者が使徒と自らを、別個の存在として位置づけている。つまり、使徒、ユダの作品ではありえないことが読み取れるとされている。 19説に出てくる、彼らは、文化を作る者、肉に属する者、御霊を持たない者たちという批判は、彼らの主張を裏返しにした批判ではないかという説も、ある。すなわち、彼らは自分たちが御霊を持ち、肉に属さないものであると主張していたため、全く逆と批判したというわけである。苦悩質主義者の中には、救いは滅び行く世界を超えたところにあるものであり。 パウロの説くことを都合よく解釈して、自民によって救われるのではないのでこの世の肉体が何をしてもよいと、う法償な振る舞いに及んだ者も,もいたとされる。19節はそうした主張への反論として理解できる可能性がある。他方で20世紀以降に発見されたグノーシス文書の分析などから、こうしたグノーシス理解に疑問も出されている。 二十一節で保つように促されている信仰は、伝統的な信仰を指している。伝統それ、自体を根拠に置く、信仰のあり方が見られるのは、新約聖書ではここだけとされる。なお、二十節から二十一節には、神、イエス・キリスト、精霊という三つの威嚇が揃っており、フェデリコ・バルバロやホッタ・カツヤスはここに三位一体の暗示を見出している。 二十三節の肉に汚れたものはいろいろな説がある。フェデリコ・バルバロや上沼正夫はハンセン病と関連づけていた。他方、宝刀や肉欲の汚れと結びつける見解もある。その下着も拒むという話は人の持つ霊的な力が衣服を通じても伝わるという考え方。マルコによる福音書5章二十七節などに出てくるが元になっているとされる。 他方で、田川はこの肉の汚れが何を意味するかは、著者自身もよくわかっていないのではないかと否定的に述べている。24節から25節に見られる章か、章、境は、その美しさが評価されており、バルバロのように、新約聖書中で最も美しいと位置づける者も,もいる。上の中介からも明らかなように、内容的には、ペトロの手紙に、 第二ペトロ書との並行が顕著である。普通、行動書簡は、ヤコブ、ペトロ、ヨハネ、ユダの順に並べられており、第二ペトロ書は三番目、ユダ書きは七番目、最後に置かれている。この順序は、ガラテヤの神徒への手紙第二章九節で使徒が、ヤコブ、ペトロ、ヨハネの順に並んでいることにも対応している。しかし、第二ペトロ書とユダ書の共通性から、 これをひとまとめにする論者たちもおり、日本語訳聖書の中では岩波委員会訳聖書、滑冊版が5番目に第一ペトロ書、6番目にユダ書、キ、7番目に第二ペトロ書を配置している。岩波の新訳聖書翻訳委員会にも名を連ねた。大貫隆史は2010年の時点でそれを唯一の例外としたが、その後、田川健造の新訳聖書訳と、中、第6巻でも、 第二ペトロ書が三番目、ユダカキが四番目に置かれている。他、仲介書などでも、ハンス・コンツェルマンを、はじめ、第二ペトロ書とユダ書をひとまとめに扱う論者たちが、見られる。第二ペトロ書とユダ書のどちらが先かについては、前者が先、後者が先、直接的な依存関係はないの三説がある。福音派の新聖書中会や、真実要請書中会は、 第二ペトロ書が偽教師の出現を未来型で語っていたのに対し、ユダカキが忍び込んだ人々を過去型で語っていることから、第二ペトロ書を先に置いている。逆に、新共同訳新訳聖書中会、日本キリスト教団出版局では、第二ペトロ書の方が詳しいにもかかわらず、ユダ書のうち、外典、起典からの引用部分が省かれていることなどから、ユダ書をもとに、 第二ペトロ書が書かれたという立場が定説とされている。ヨハネス・シュナイダー、ビリー・マルクスセ戦ーもこの立場を、ほぼ確定的なものとして叙述している。それらの見解に対し、田川健三はモチーフが類似していても、極の一致が13.4%にとどまることや、ユダ書にあって、第二ペトロ書にないのは、外典、起点からの引用部分にとどまらないことな、ドラ、 共通する文章をもとにそれぞれ独立して書かれていると見ました。田川以前にはアンカーバイブルで同種の見解が見られた。本文に対する仲介でも触れたように、ユダ書きは第一絵のク書とモーセの商典という二つの旧約辞典の利用が指摘されている。ただし、西暦九十年のヤムニア会議までは、聖典からの除外は決定となっておらず、絵のク書は、 エチオピア正教会では今なお聖典である。ユダ書14.1号説とエノク書を比較すると以下の通りである。福音派の神聖書中会では議典の味をは聖典史したからではなく単に人々に知られていたためとし、パウロが異教の詩人の言葉なども引用していることと対比されている。この見解は神聖書公開シリーズや エッセンシャル聖書辞典にも引き継がれた。類似の見解は、カトリックのフェデリコ・バルバロからも提示されていた。文国世紀で、新約聖書の概説を担当したレジス・ビュルネは、論争相手がそれを使っていたため、著者も利用したのではないかとした。著者は3、20節で、具体的にどのようなものかを示さないまま、伝えられてきた教えを牧手することの大切さを、説いている。 このことに正当主義の限界を乱す小林みのは伝来の教えを丸ごと牧手するという姿勢が、聖典、外典の区分なしに、絵の句書モー瀬の焦点を取り込むことにつながった可能性を指摘した。また、高柳主義一ははー瀬の遺訓などの儀点文書に共通する終末が近いとする感覚をユダ書からも読み取っている。ユダ書への最古の言及について、 第二ペトロ書を、ユダ書の後にく論者は、第二ペトロ書の並行箇所を、最古の引用とみなしている。新約聖書以外での言及については、フランシスコ改聖書研究所は、ポルカルポスがほのめかしていると指摘した。カトリックのフェデリコ・バルバルはこれに加えて、十二使との教訓など、使徒教父文書にもほのめかしがあるとしていた。福音派の新聖書中会は、 二世紀初頭のポリカルポス、アテナゴラスの著作や、バルナバの手紙に引用らしきものがあるとしている。他方、明瞭な言及や引用となると、テルトリアヌスやムラトリ聖典も黒く、いずれも二世紀末から三世紀初めが、最古の部類に属する。しかし、その当時のラテン教父ではむしろ、ユダ書への言及がないのが、一般的だったとされ、ノーアキアヌス、 キプリアヌスは言及していない。同じ時代のギリシア教父では、オリゲネスが言及しているものの、ペトロの手紙に、ヤコブの手紙、ヨハネの手紙2.3と共に、疑わしい書として挙げていた。エウセビオスも全く同じ文書群について、疑問のある書のうち多くの人に知られている書に分類している。現在の27文書を新約聖典として、最初に位置づけたのは、 アレクサンドリアのアタナシオスの第39復活祭三百367年とされ、ここにユダ書も含まれた。4世紀末の北アフリカの教会会議、すなわちヒッポ会議393年、カルタゴ会議397年でもその判断が踏襲された。同じ時期のモム前世天目録4世紀後半や少し後のリオンの絵受け理由、 5世紀のように、ユダ書への言及が見られない文書、論者も存在しないわけではないが、ヒエロニムス、アウグスティノスらは、聖典として授容した。また、東方教会のトゥルルス教会会議、692年、でも追認された。しかしながら、シリアではいささか事情が異なる。4世紀後半のシリアで成立したと考えられている、首都教圏では、ユダ書きが、 聖典に含まれているが、5世紀前半成立とされる、シリア五訳聖書、ペシッタでは、第2ペトロ、第2、第3ヨハネと共にユダカキは除外されている。他方、508年に成立したシリア五訳、616年の改訂版には含まれているものの、東、シリアでは、現代においてもペシッタが公認されている。16世紀ヨーロッパでは、 ジャン・カルバンは受容したものの、マルティン・ルターが否定的に捉えていた。カルバンはユダ書について非常に有益なものとし、我々はユダの時代に有益であった勧告が現在もなお必要以上に大切であることがわかる、として積極的に位置づけた。これに対してルターは聖イヤコブ及び聖ユダの書簡への助言に、おい、ユダ書を第2ペトロ書の 抜き書きないし書き写しと位置づけた上で、私はこの書簡を称賛するが、信仰の根拠を据えるに耐える聖書の使用書中に数える、必要を見ないと述べた。他方、カトリック教会が16世紀半ばに開催したトリエント公会議では、ユダ書を含む27文書が聖典として追認された。前田五郎は、短い内容の中に信仰の真髄が盛られていると評価していたが、 その内容には、進学はあまりあるいはほとんど見られないという意見もある。他方、長田地区は、キリスト教会における政党と異端の闘争の初期、2世紀、初頭の歴史を証言する貴重な記録という観点から評価している。ヨハネス・シュナイダーは、ユダ書を、グノーシス主義勃興期に書かれたと位置づけ、その時点のみでなく、2世紀に、グノーシスが新調していく中で、 それとの対決で評価を高めたと推測している。土戸清も、聖典に組み込まれた理由として、使徒伝承を重んじ正統的立場から、異端反駁を展開していることを挙げている。その現代における、信仰上の意義について、福音派のバイベリニービは、神を意見せずに、思いのままに振る舞うような、上辺だけのキリスト教徒に対する警告としている。ダ書きは短く、 しばしば具体性を書くことなどが批判される。は、偽教師に対する、非常に力強くはあるが、悲壮な論白以外ほとんど、何も含んでいないと評しており、上村聖も、ユダ書の著者は、具体的な論点提示なしに、ただバリ増減を並べ立てると否定的に言及している。田川健造は、第二ペテロ二章との比較の役に立つ以外には、何の価値もないと断じている。 また、ユダ書には女性への直接的言及は全くないが、フェミニスト神学の立場ではこのことも批判の対象となる。フェミニスト神学者による聖書中解書でユダ書と第二ペトロ書を担当したローゼブラッドは、女性の役割や貢献などを陰徳してしまう、不見性的考えの典型としてユダ書を位置づけている。また、ユダ書きで打ち出されている審判者としての神のイメージは、 不健性的支配の位置形であるとし、地球的、女性抑圧的に作用すると指摘した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。